毎日放送さん。幹事社毎日放送だけです。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日この後、能登半島地震を受けての2回目の災害対策支援本部会議が開催されると思いますので、支援の状況と合わせて大阪市の防災体制の課題などを話し合われるんじゃないかなと思いますけど、どんな議論を期待されているのかというところと、あとまた今後の防災体制の評価の時期などスケジュール感が決まったら教えてください。はい、この後ですね、災害対策の支援対策本部会議を開催したいと思います。能登の方には発災以降大阪市の方からも、まあ、いろんな形で職員が向かっております。この間の支援の状況を確認するとともにですね、引き続きもちろん能登の復興のために尽力していくことと、そしてやっぱり現地で感じたことっていうのは、これは非常に重要というか、現場で感じたことっていうのは非常に重要な情報になりますので、一番は能登の復興支援をの状況と、まあ、今後についてというのが主眼なんですが、合わせまして大阪市の職員が現地に行って感じた課題等について共有していきたいと思います。その上で、今大阪市政の方でさらに対策を進めないといけないところを把握した上で、市の方で避難所の拡充、避難所の機能の拡充やですね、整備の拡充というところを検討していきたいと思います。細かいスケジュールなんかも含めて次の会議の中で議論できたらというふうに思っております。はい、次の質問をお受けします。はい、どうぞ。NHK の安田です。はい、今の質問に関連して、細かいスケジュールっていうのは、例えば地域防災計画にどう落とし込んでいくとか、そういったスケジュール感っていうか。そうですね、例えば、この物資をこう拡充するので、この時期にこう揃えますとかですね、そういうイメージになるかなと思います。とはいえ、今こう大阪で想定されてる地震に変化があったわけではないので、要は避難や、まあ、建物の損壊やインフラの損壊がどうだったかと。で、大阪で今予想されている、これは専門家が当然予想した上で、震度や津波の被害というのが想定されています。で、次、避難所ですよね。避難した先の状況がどうだったのか、今回の能登をどういう課題があって、で、今大阪市の中で避難所の機能としてはどうなのかというところをしっかり議論できたらなと思います。このあたりの拡充については、ちょっとスケジュール感を含めて会議で議論できたらと思っております。まあ、避難所の空調設備とかは都市予算にも関連経費盛り込まれたりしていて、まあ、今回その能登半島地震を受けて、市長としてはこういつぐらいの目処にこういった、まあ結論という言葉は適切じゃないかもしれないですけど、こう形にできたらなという考えで。でも避難所の整備では、例えば物資、例えばその仮設のトイレといいますか、そういうものの追加の整備であったり、合わせていろいろ検討、防災って本当にいろいろ検討しないといけなくて、今回能登の方ではやっぱり水回りのインフラが大きなダメージを受けました。で、今大阪では一応耐震 の工事を進めてますけど、これは、まあ、これからも滞りなく進めていかないと、いつ地震が起きてもおかしくないので、こういったインフラの整備っていうのは昨日、明日、明後日すぐできるわけではありませんから、ちょっと長い目で見ていかないといけないですし、ですのでやることはたくさんありますから、それぞれの課題に沿ったタイムスケジュールを把握して、まあ、いつ地震が起きても大丈夫なように備えていくことが重要かなと思います。ありがとうございます。はい、次の質問をお受けします。